小物とかお洋服を紹介します。まず紹介するものがなんかおもちゃ箱みたいな、おもちゃ箱、うん、なんかすっごい面白い雑貨屋さんに出会ってそこで買ったものを紹介します。ワンだってちっちゃいノート、これを買って私が書きたいなって思ったことは、すごく大切な人に対して大切だなと思う瞬間でもいっぱいあるじゃないですか。でもすごい重要なこととか大きい出来事しか覚えれてないなと思って、そう振り返ろうとした時にもっと幸せなこととか大好きだなって思うことたくさんあるのに、そういう細かいの全部忘れちゃうのもったいないなと思って、それを日々書き溜めるノートです。ここに私の幸せが溜まっていきます。それを入れるために買ったポーチ、これ5ドルでした。小物はそんな感じです。ここがねキラキラしてるんです。キミマンピに合わせても可愛いなって思いました。なんか最近こういうこの白に黒のドットが好きらしいあると手に取っちゃうんですよね。パーティーっぽいところ行くときとか、ちょっといい感じのご飯のときとかいいかなと思ったけど、着てみたら意外と普段でも着れちゃう感じになって、全然普段着たいなと思いました黒のタイトのワンピースなんですけど、なんか私にサイズがぴったりすぎて LA なのに私のためにあるんじゃないかと思って、シルエットがすごい綺麗なんですよ。ハーフスリーブが好きすぎるらしくて、持ってる服がのシルエットがどんどん似てくるなんかなんでこんなに私にサイズがぴったりなんだろう。もう買うしかなかったですそしてこれはもう肩の感じがなんか昔っぽくて可愛いなと思って、でまたタイトワンピなんですけどシルエット的にはさっきのワンピースと一緒なんですけど、私多分もうこういう形を何個持ってても大好きだから買っちゃいました。最後はこの緑のアウターです。一番持ち帰れない絶対スーツケース入らん。もう着て帰ります。緑、こういう緑持ってないなと思って、なんかパーティー感出ちゃうかなと思ったけど意外と私服でもいけそう。めちゃくちゃ可愛い。パーリーって感じ買ったものはこんな感じです。でも今で LA に来てから帰国ま でちょうど半分ぐらいなんですよ。それでもうこれだけ買ってるということは、帰国までももしかしたらもうちょっと買ってしまうかもしれない。そしたらそれはそれでまた紹介します。以上でした。バイバイ。